レディオフォーゲーマータップカッコカリ。こんばんは、岡本信彦です。しこばんはマフィア梶田です。はい、日本最大級の総合ゲーム情報サイトフォーゲーマー .net が生放送でお届けする番組、レディオフォーゲーマータップカッコカリなんですけども、早速番組に届いたお便りを紹介しますよ。はい、しこなゆうのさん、あざます。岡本さん、梶田さん、しこばんは。こんばんは。先週梶田さんがクラブの、セキュリティ役でご出演された番組、言い直したイントネーションがクラブの方がいいですよね、きっと。パリピっぽいよね。パリピっぽいですよね。番組、魔法戦士マジマジョピュアーズを拝見しました。私はもともとこの番組が好きなので、主人公のももかちゃんと会話をしているシーンでは夢のコラボの実現に感動しました。可愛らしい振り付けのメソメソダンスや自然なお芝居をされている姿が魅力的で、未成年のももかちゃんがクラブへ入場しようとした時におっしゃっていたセリフこのセリフ言ってください。これね、大人になってから来なお嬢ちゃんってやつ。あ、悪役じゃん、もう。もう悪役じゃん、この言うだけでもう。いや、もうちょい真面目にやったよ。あ、そうなんですか。うん、いや、ときめき、でも確かにときめきを感じましたって言ってますね。うん、録画したので永久保存しようと思います。質問なのですが、お芝居についてスタッフさんから何か指示はありましたが、また当日は他のキャストの方々とお話をされましたか、いろいろ聞かせていただければ幸いですと。どうでした？あのね、芝居に関しては、もう全部あれ作っていったプランで、もう OK だったんですね。全部 OK。 特に問題、まあ、あの役から見ての通り当て書きみたいなもんだからムキムキの胸筋が見えましたね、画像だけ見たんですけど。ちょうど体鍛えて絞ってる時期でよかったよ。はい、あれ今はどうなんですか？今はね、ちょっとどうだろう、サボり気味かな。チート機ですか？いや違う、あの単純に運転とか練習する方が比率が多くなって筋トレの時間が取れない。なるほど、しょうがないですね。そうドライブの方に。そして他のキャストの方々どうですか？そのももかちゃんの役の子はなんせね、まだ幼女だからさ、あんまり画像見たらそうですね、俺話しかけると絵面が良くないから。そうですね、あんま絡みに行かなかったね。それに向こうも怖いだろうしね。まああれぐらいの年頃だと普通にでっかい人は怖いでしょうね。あんまりそのももかちゃんとは話してないんだけれども、クラブの DJ 役の小坂大魔王さんは衣装合わせの時も会ってるし、ちょいちょいちょっと話したかな。なんかでもいい方ってずっと前に、あのね、すごい人格者でもある。とにかく周り全体に平等に気使う感じはしてて、そうなんですね。礼儀正しいし、笑顔を絶やさないし、撮影長引いても文句言わないし、それは嬉しいですね。すごい人間のできた人だなと思って。あとね、近くで見るとすげえでかい。そうなんですか？あのテレビで見ると分かんねえけど、俺と同じくらい。超でっかいじゃないですか。でっかい。意外。確かに、なんだっけな、撮影と撮影の合間にちょこっとだけ、通り過ぎる小坂さんを見かけたんですけど、僕が誰だかもわからないままに挨拶してくれたんですよ。そうなんです。すごくないですか、それ。なかなか挨拶がしっかりしてる。ポジションの方でそれっていらっしゃらない気するんですよね。思うんだけどさ、やっぱりこの業界で長く生き続ける人はやっぱ天狗にならない人だと思うよ。そうですね、大事ですね。やっぱ横のつながり大事だと思います。はい、確かに。いや、皆さん見れてるんですかね。固まってんな。こっちは固まってないと思う。そうですね、リアルタイムでみんな見たかなって聞きたかったんだけど、固まってるな。見てるでしょ、みんな。一応課金すれば、はい、アニテレってところでまだ見れる。課金すれば、いい方。そうですね、ぜひ見てみてください。さて、番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。僕たちへのメッセージ、取り上げてほしいゲームなどなど、どんな内容でも OK です。メールアドレスは、はい、全て小文字で4gamer@joqr.net、 4gamer@joqr.net、 4gamer@joqr.net です。はい、採用させていただいた方には1500円分の iTunes カード、または Google プレイギフトカードをプレゼントいたします。ご希望の方はおところ、お名前、希望するプレゼントを必ず書いて送ってください。またこの番組は LINE LIVE の4ゲーマー公式チャンネルでも同時配信中です。アカウント名は4ゲーマー LL。 なお Twitter で番組のことをつぶやく場合は、生放送中にピックアップして紹介するかもしれないので、ハッシュタグシャープラジガミをつけてください。はい、そして今回のプレイコーナーでは、ネクソンより配信中の iOS、 Android 向けアプリ
フェイスを大特集します。正義と正義が対峙するスマホ向けフィールドバトルアクションでございます。それではそろそろ行ってみましょう。レディオ4ゲーマータップカッコカリ、最後までよろしく。レディオ4ゲーマータップカッコカリ、この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト4gamer.net の提供でお送りいたします。レディオ4ゲーマータップカッコカリ、プレイング4ゲーマー。さあ、ここから実際にプレイしながらゲームの魅力をお伝えする体感コーナー、プレイング4ゲーマーです。今回取り上げるタイトルはこちら、フェイス。今回はネクソンより配信中のフェイスから運営担当のカワディさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。担当のカワディです。お願いします。さあ、まずはこちらの映像からご覧いただきましょう。どうぞ。最大150人で戦う大規模バトル、フィールドで遭遇する敵勢力とのバトル、仲間と協力して強大なボスに挑むレイドバトル、さらに自分だけのキャラクターを作り出し個性を見せろ、広大なフィールドで繰り広げられるバトルに勝利し、己の正義を貫け。自由か秩序か、正義と正義が対峙するフェイス。おお、美麗。とてもスマホとは思えない。ありがとうございます。演出の数々なんですけれども、すげえ PC の MMO を思い出します。はい、そうですね、なんか懐かしさ感じました。うん、そう。さあ、こちらなんですけれども、はい、フェイスとは一体どのようなゲームなんでしょうか。はい、まずこれの方を説明させていただきます。うん、はい、スライドの方をお願いいたします。正義と正義が対峙するということで、連合国ガラノスというものと、うん、神聖帝国ダルカンという2つの勢力が争うゲームとなっております。でプレイヤーの皆さんはどちらかに所属していただいて、うん、一方は味方なんですけど一方は敵という感じになります。でこちら実際のマップなんですけども、うん、左上と右下で分かれてスタート地点も分かれている。じゃあ同じ勢力じゃないとその結構離れちゃうわけですね。そうですね、敵味方だと場所が。そうです、うん、で3つ目のフィールドからもうあの紛争地域といいまして、うん、もうどっちも混ざり合う形になります。うんうんうん、ただ敵勢力とはいわゆるフィールド PK、うん、B ができる状態という。わ、そうなんですね。なるほど、なるほど。はい、では次お願いいたします。はい、フル 3D ビューアクションというふうにちょっと歌ってまして、かなりオープンフィールドで広いところで、かなりグラフィックもかなりこだわっておりまして、かなり見ているだけでも綺麗な画面になっております。次お願いいたします。はい、先ほどもありましたフィールド PK ですね。もうほとんどの地域がいわゆる紛争地域になっておりまして、まあ敵勢力はもうすぐ敵という形になっているので、もうどこでも PK が勃発する形になって、これ OK を押さなくてもそのまんまです。じゃあ敵の普通のザコモンスターとかをなんかレベル上げて倒してたら、はい、いきなり喧嘩売られるとか。あります、あります。怖っ。
なるほど、もう戦う以外にその選択肢がないわけですね。もうお互い勢力が違う状態だと。そうです、うんうん、じゃあかなりガチっすね。3対1とかもできるものなんですか？あ、できますできます。ええー、そこのフィールドで仲間が多ければもう仲間同士でわーっていくこともできるってことです。そうなんですね、はい、面白い。面白いですね、確かに。え、だってどっちかの人数が多ければ多いほどきつくないですか？それ例えばガラノスの方が多かったら、はい、もうまずいぞみたいな。まずいぞ。それはそうだ、数の力は。そうですね、勝てないですよね。戦争において最も大事でしょう。大事です。そこら辺もうカバーできてるんですか？一応カバーして、一応フィールドはいくつか分かれておりまして、うん、その一つのフィールドに入れるのは均等になるようには調整させていただいてますが、さすがに全てのキャラ、あのプレイヤーが同じフィールドに突っ込まれるわけではないから。今週までもねえわ、そんな。はい、あの声優の方にも力を入れてるんです。豪華なこと。めっちゃ豪華だな。ありがとうございます。すごいですね、はい、ジョージさん、ジョージさんっぽい、なんかもう筋肉隆々ですけど、野戸、うん、さんのキャラのブレイダーの衣装も半端ないですね、これは。どこがブレードされてるんですか、ね、素敵な声をいただきました。まあ好きなのは僕はホワーの方ですけどね、の方のキャラがやっぱめっちゃ可愛いですね、はい、いいね、はい、うん、でも女性陣はみんなね、うん、ヒロシーさんがいますからキャーキャーでしょうね。そうね、うん、そして、はい、こちらコンテンツの一部の紹介となります、はい、占領戦デスマッチ、竜の宝戦場って3種類ありまして、うん、占領戦に関しては、まあ、2つの勢力が1つの決められたエリアを奪い合うという戦いの形になっています。ほう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 。もう一つはデスマッチというのはもう簡単じゃないですね、シンプルに、はい、多く敵を倒した方が勝ちというコンテンツになっております。竜の宝戦場というのは先ほどあった75対75の戦いであるんですけども、うん、もう一つボスモンスターというのが登場しまして、いわゆる3すくみの状態で戦うというコンテンツになります。ボス倒した後ついに決闘とかになるってことですか？それとも共同戦だけで用意ドンで75人の勢力と75人の勢力とボスモンスターが湧くっていう形で。ボスモンスターはどういう役割を果たすんですか、その戦場において？倒すとやっぱ報酬が得られるんですけども。じゃあボスモンスターの奪い合いでもあるってこと？そうです。あ、そうなんですね。ボスモンスター最後にとどめを刺した方がもらえるんですか、報酬は？それとも HP 削ったか、削ったボリュームになるんですね。あ、そうなんですね。でモードにはかなり用意しておりまして、はい、まあ、普通のダンジョンからレイドボスであったりとか、コロシアムだったりとか、いろいろ用意している形になっております。へ、相当盛りだくさんですな、これは。はい、うん、ギルド戦盛り上がりそうですね、うん、じゃあギルド戦は明日実装となります。明日っすか？明日です。お、ちょうど明日実装っすか、はい、へ、素晴らしい、うん、さあ、はい、こんなところですかね、情報としては。はい、まあ、情報としては、そう、はい、じゃあ早速触ってみたいと思うんですけれども、はい、めっちゃ面白いですね。じゃあこちらを、はい、いいですか、ちょっと僕触っても、はい、はい、ありがとうございます。じゃあまず、まず勢力を選ばせてくれるんだ。はい、まず最初のところになっておりまして、まずどちらからの勢力を選ぶというところ。これ勢力についてちょっと説明してもらいます。確かに。どっちがどういう思想で動いてるのかみたいな。あ、そうですね、うん、ダルカンの帝国の方ですね、帝国に関しては、はい、秩序を大事にしておりまして、うん、なるほどなるほど、まず神を崇拝しているという国になっています。宗教国家なんですね。そうですね、うんうん、で連合に関しては逆に、自由だったりとか、うん、それをかなり大切にしている勢力でして、なるほどなるほど、どちらかというとその異なる思想で対立しているっていう形になります。なるほど、はい、というわけでちょっと今ですね、一旦映像が、うん、はい、ちょっと抜き差しますね。抜き差しタイムか。よいしょ。音出ちゃいましたけど。まあ出力されたら音がそっちに流れるはず。どうでしょうか。まあいいわ、とりあえずやっといてくれ。じゃあ、あ、うん、来ましたか。あ、来たかな。オッケーですか。音来た。じゃあ、うん、はい、これですね。これで選べると。はい。まあまあピロシーさんの方に行きますかね。まあシコリンはそっちやろうな。まあ、はい。うん、で画面の左下のプラスボタンのところを押していただくと、はい、キャラクター作成画面になります。はあ、新キャラを作るって意味でプラスなんですね。じゃあ、そうです、ね、神の意志を代行するもの。かっこいい。ほうほう。このレオニー、レッドに力を尽くす。お、みんなよかったね、声聞けたよ。対戦かわいい、すごいな。みんなの妹だ。すごいぜ。
じゃあでもみんなは俺の声も俺もこれって言っちゃった。神谷さんの声聞きたいんでしょう。じゃあ作っていくかこれで。はい、右下の次へ押していただくことも。わあ、かっこいい。これかな。結構バリエーションがある。はい、色々バリエーションができる。で、はい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 。じゃあ好きな髪型であったりとか肌の色であったりとか。おお、なるほど。そういうのを設定できます。白い方がいいな肌。ね、赤い方がいいな。髪型は、スキンヘッドはなさそうです。またないのかよ。ちょっとちょっとちょっと。どうまいです。そういうとこですぞ。イケメンでもスキンヘッドが欲しいっていう人は結構いると思うんですよ。例えキャラはクリエイティブでイケメンしか作れなかったとしても。はい、銀髪です、ね、銀髪、うん、うん、はい、いるってよ。シコリンは、シコリンはいる。嘘でしょ。シコリンいないでしょう。そうっすよね。嘘。待って、マッフィーは、マッフィー、マッフィーはいないでしょう。いないんかい。いないんかい。逆にショックだ。シコリン、ピコリンがいて、なんでマッフィーおらんの。いないんかい、むしろ。神の大陸サンディアムである。ベヌムの生物を必要とする。あ、これがオープニングですか。しかし神の復活を今どっちの方が派閥的には人気なんですか。派閥的には、今サーバーが2つあるんですけども、総合するとトントンぐらいになってます。すごいっすね。どっちかに偏りますよね、でも大体は。そうですね。相当やんか。バックボーンのバランスよく作ってるってことですね。連合を聞きかなり慎重に検討しましたね。しかしその栄光やっぱり気持ちユーザー的に好き嫌いありますから、そういうのがはっきりと分かれちゃうとすげえ分かれちゃうんですよ、ね、ガンダムのゲームとかやりがちなんですよ。それがないってことは相当うまくバックボーン作ってる。確かに、まあ、ガンダムのゲームではなんか強キャラがいるっていうせいでそっちに流れ込んだ説もありますけど、そいつもこいつも連邦選びやがって。まあ 強すぎたんでしょうね。立て直したい皇帝ストラウスは、はい、事前の情報で割と声優さんで、うんうん、決める方が多い。あ、でもそうですね。でもいいバランスですね。本当に男キャラがジョージさんと神谷さんというのはかなり渋い。渋い。正直渋い。偉大なダルカン帝国の勝利のため巨大な戦争が今始まる。これ勢力が違う状態だと本当に協力できるコンテンツは一つもない感じですか。そうです。ああ、本当にガチンコで戦争なんですね。フレンドにもなりません。フレンドにもなれない。お、もう結構筋肉あるな。おいおいおい、初っ端からドラゴンクロス持ってるぞ。あ、なんか本当なんか懐かしいな、この感じ。帝国訓練所。お、なんかワクワクする。剣でかでっけ。いいっすね、この剣のでかさ。精鋭兵フライ帝国に栄光あれ、ようこそ訓練所へ。うんぬんかの訓練を行う場所、うん、はい、最初のチュートリアルになってる。なるほど、わかりました。行きましょう。ミニマップ。そうだな。あ、へー、うんうん、これでいける。あ、楽だな。楽っすね。走った。これ押しただけで言ってる。押しただけで言ってるんですよ。これ超楽ですね。ロナルド。一定期間走るともうダッシュするようになってるので、うん、まあ、結構フィールドが広いので、はいはい、どうしてもダッシュで移動するとこちらです。快適に作ってるんですね。これで走ってくれるの本当ありがたい。いいな、俺結構ね、こういうフィールド道に迷うんだよ。だ、ああ、そうですよね。こうやって勝手に移動してくれるのすげえありがたい。すげえですね。よくこのマッピングというか、途中で引っかかんないように作るの大変だったじゃないですか。、うん、大概オートランとか引っかかりますもんね。え、もしかしてこれちょっと見てない間にこれ押したらまさか自動でやってくれんの。押したら自動でやってくれる。スマホゲーに最適化されてる。次に進みましょう、うん、はい、新規コンテンツオープン、ダブルストライク。はい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 、はじめっぽい。なんてこれって対人ベースである以上、レベル差っていうのがどうしても関わってくると思うんですけど、それもフィールドで出会って相手の方がレベル高かったらお祈りしてくださいってことですよね。それともバランスが取ってある。頑張れば逃げれますね。あ、戦うより逃げろって話。レベルの高い相手にあったら、はい、
一応回避というアクションもありますので、うんうん、回避で距離を取って走って逃げる、うん、あ、じゃあレベルが同期されるわけではなく強いやつは本当に強いんですね。強いやつは本当に強いです。いいっすね。今時なかなかそこまでシビアな設定ないっすよ。イノシシを撃退しろと。イノシシ狩りか。ほうほうほう、チュートリアル終了、はい、で殺すと倒してくれるんですか、もしかしてこのイノシシちゃんたちを。町から近いなイノシシの生息場所わあ強い。ヘビを撃退する。これももう行ってくる。あ、ちょ待って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 、攻撃者痛いよ。あ、走ってくれた。いた、横取り。え、いいのこれ。情報感となります。あ、なるほど。薬草獲得。痛い痛い痛い。でっけ蛇とかもう絶対毒あるじゃん。ちょっと待ってよ。あ、やっぱ体験は範囲攻撃なんですね。いいですね。これが薬草獲得。ん、最初に失敗。なんでだ。途中で。あ、途中でなんかおっしゃったんだ。これで取るんですね。へえ。なるほど。連合軍偵察兵を倒す。なるほど。これで。結構フィールドが広く作った分、敵がどこにいるかとか分からないか、分かんないです。左のクエストも上の人が外側の場所まで走ってる。あ、これ全部のゲームに欲しいこの機能。見事です。サクサク進む。すげえ嬉しい。敵の場所いちいちこうネットで検索したりするのめんどくさい。めんどくさいですよね。MMO の時そうでした。そう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 。ここに生息地なんだとか、こいつが落とすんだとか。どうせもう調べるんだから案内してくれやって思ってたけど。思いますよね。今じゃ本当に案内してくれ。おお、すげえな。ちょっとチュートリアルボスっぽいのが出てきましたね。さあ、グリフォン。ほお。いや、本当ストレスフリー。よいしょよいしょ。うん。人間の音楽のクオリティ高い。確かにかっこいい。一瞬。なんか中途であるだから気持ちよくしてます。気持ちよいですね。もうここからどんどん大変になっていくんでしょうね。おそらくフェイス。なんでジングルみたいに言ったの。服装が布の服だと決まらないな。もう早く防具欲しい。僕欲しいです。見事です。はい。じゃあ次、はい、ありがとうございます。じゃあ決闘場に。はい。じゃあ実際の決闘場の方です。対人戦ですか。対人戦でございます。いや、もうすでに楽しいのにこっから。腕の見せ所や。しこりん対人戦得意やもんな。対人戦は好きですけど、まだこれ分かんないですね。多分避け方も分かんないですね。回避の方法は何ですか、はい、フリックとかですか、ですか、右下に回避ボタンがありますので、そこで回避いただくことができます。なるほど。あ、このボタンか、うん、このオレンジ色のやつですか。あ、そうですね。あ、止ま、あ、フリーズしてくれててよかった。さあ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 、決闘場、決闘場とでフィールド PK と、はい、でギルド戦と、はい、いろいろありすぎてもう把握しきれない。いや、わかんないですよね。まあ決闘場が1対1なんですよね。はい、今回は1対1の決闘場やっていただく。うわー、燃えるわ。じゃあこれ対戦開始でいいですか。はい、よっしゃ。ええ、ええ、もう始まった。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、何が起きてる。え、何が起きてる。これからだ。え、これマッチングが完了してもう1対1がスタート。このスギちゃんって方は、スギちゃんもうプレイヤーの方です。え、レベル高いじゃないですか。レベル高いじゃん、自分より。やばいじゃんこれ。え、これど、え、あ、え、これリアルな人ですか。リアルな人です。頑張れしこりん。よし、まずは回避から。え、これどうやって動かすの。こうやって動かすの。え、こうやって動かすの。スギちゃん動かなくね。あ、動いた。今まだ回避。どういうこと。あ、いやいや、めちゃめちゃ食らってる、めちゃめちゃ食らってる。お、あー、でもこれちょっとやっぱり慣れの魚。やばいやばいやばい、あっという間に削られた。やばい、助けて助けて、やだ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 。えいえい、ぶざまな。48% も残ってる。ちょっとマフィやってみてください。ちょっとこれレベル差的に勝てなくないですか。勝てるんですかこれ。スキルのクールタイムが割と長めに設定してあるので、うん、そのいかにスキルを避けるかで、逆にいかに自分のスキルを当てるかでかなり逆転できる要素が、うん、今って僕全部最初初っ端押したんですけど、うん、はい、全部当たってなかった。別の方向にスキルを押どうしたらそうなる。
豆腐を見守る豆。これちょうどいいんですか、レベル1差ですよ。いけるぜ、見せてやれよ俺の動きをよ。公式の力を見せてやってくださいよ。育て方が違うんだと。ほんまやね、どのスキルが何かをよくわからんけど。実はわかんねえっす、うん、めっちゃ食らった。あれめっちゃ食らってる。おやり返した。あ、外した。今外した。あ、でも避けた。あー外した。あー食らってる。死ね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 。やばい、これはこれもダメだ。あこれでもサクサク進んでいいっすね。難しい、意外とあの勝つまでやりましょうよ。当てようと思ってるんですけれども意外と外れる。結構避けやすくはなってはいる。なるほどね、なんとなく分かってきたぞ。これあのスキルごとにちょっと発動する位置が違うから、はい、それを把握しないと厳しい。え、わかんねえっす。それ真正面向いてって絶対当たるかっつうとそうでもなくて。あレベル一緒じゃん。ほんとこれ、これ勝つしかないっしょ。どうしよう。殺意高めていこう。殺意いくわ。まず一発当てていきますわ。これも正面突破で、正面ん正面突破で、あれお前が動き上がって痛い。でおいしょ、残念。おいしょ、おいしょ、いいんじゃね。あーでもダメだ、やっぱダメージ負けてるかな。ほいほい。あいつと俺で何が違うんだ。何が違うんだ。正面からの殴り合いになると負ける。なんか負ける。あなんでこっちの方が削られてるの。なんでこっちの方が削られるんだ。全然わからない。何かきっとあれだよ、セオリーがあるんだよ。何があるんですか。惜しいですね、 11.50、うん、でも何かしらのセオリーがあるってことですよね。これこれが普通にやって負けるってことは、はい、動きに何かあるんですか、はい、あじゃあ次のレイド戦に行ってください。勝たせろよ。確かに勝つまでやりましょう。これサクサク進むんだし、ムカつくわ。なんでだ、何なんだ、何が違う。全然わかんないです。でも将棋の定石みたいなのがあるんだろう、きっと。なんかあるんでしょうね、うん、我々が知らない軸ずらしとかそういうやつ。あ軸ずらし、そういうタリアもあります。あじゃあ今度マフィーやりますか。じゃあこのこ何次なんですよ、コロシアム。今度はレイドでございます。レイド戦、あ6人で巨大ボスを討伐。はい、それはまあ仲間いるから大丈夫。まあ確かにベリー、そうそうそう、まあ、先ほど操作感は一緒なんですけども、あれ、まあ、なんか技増えてるね。ここでしか使えない。あここでしか、先ほどでは、キャラごとの特性というスキルがありまして、かなり、強力なスキルではあるんですけども、こういうレイドとかで使用できるって感じですね。おー惜しい。よし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 、この方はこちらの回復寄りですね。あの緑色のスキルだったりするのが回復寄り。そうとしてるとキャラごとのところが分かると思います。スタンです。気持ちいい。これまた下に潜り込んで殴れば最強説。よくあるやつ。よくあるやつ。ダークソウルですらあるやつ。ドラゴン系の敵よくあるやつ。後ろ足にずっと張り付くやつ。うん、そう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 。大丈夫です。そこも攻撃範囲も。あやべ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 。これやばいですか。やべやべ。うまいうまいうまい。これね、俺 FFGO に慣れてる。うまいですね、確かに。アホほどこういうの出してくるから、ほんとムカつくね。よしよしよし、ない。さあこっからっすか。ブレスを準備してます、注意してください。でも範囲こう入ってないから大丈夫。さすがですね、これすごい素晴らしいですね。一も食らってないんですか。楽勝だね。あ、ててよっしゃ。あ、いい、いいですね。いい回避。しかし、HP がちょっと多くない？やばいですね。かけ6ですかね、うん、まだ。うん。でも、これは余裕なんだよ。みんな食らってないですね。もうちょっと火力が欲しい。あ、やべ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 。あ、でも当たってないです。うん。もうちょい火力出してくれよ。確かに。これ時間制限とかあるんですか。あります。画面の左側に残り3分ずれがあると思う。あ、それが難しくないですか、これ。3分でいけなくないですか。ちょっとゲージ多すぎね。かける5。次。
でようやく。じゃあもう率先してスキルはもう打っていかないといけないってことですか。そうですね、率先して打っていって。なるほど。これスキルはもう全部使っていくんだけどね。それでもこれだけ敷き削れないってことは結構火力の出し方が間違ってる。あー結構食らった。やっぺやっぺやっぺ。結構食らったけど回復した。速攻で。これ何のスキルで回復したんですか。今でも味方が誰か使ってくれたんですね。ヒーラーがいるんだ。あ、よく分かりましたね。なんで飛ぶんだよ。飛ぶんじゃねえ飛ぶと削り切れねえだろうがって。本当だ。ドラゴンシャウト使うぞ2分です。あと逃げろ逃げろ逃げろ。ついいですね。結構範囲ギリだから怖え。ギリギリの範囲がまた楽しさなんでしょうね。食らってしまうとやっぱ倒れてしまう。あとは時間が取れてしまう。どっちかというとやられても時間のロスがきついんですね。そうですね。これなるほど。もうガンガンに攻めていった方がいいんですね。あ、これはまずい。これはまずいじゃないですか。さすがにそれはまずいじゃん。逃げられない。よしよし。あ、でも当たってない。当たったのか当たってないのか。つーかマジで勝てんだけど。時間制限これ。あと1分40秒です。オーラ、なんかオーラ出してる、なんかオーラ出してる。あれ、でもこれもしかしてワンチャンいけそうですね。いけそうですね、これいけそう、いけそうじゃないですか。マジで掛け算だったら、今の感じでいけば、残り30秒ぐらいでいける説。クリティカルが出るっていう条件は何なんですか。これはもう確率ですね。あ、じゃあ結構今出てたのは、ただ単純に運がいい。あ、これまずい。いや、ギリ乗り遅れなかった。ゼロはぁ、あ、ワンパン、ワンパンっすか。いくつかレイドボスには強スキルが設定してありまして。ちょうどだったんですか。ちょうど強スキル。ワンパン、はぁ、あ、悪いですね。多分マッフィー以外はみんなやられてないですもんね。避けてましたね。復活していただいて大丈夫ですよ。復活しましょう、ここは。マジかよ。だってもう倒せるんですもん。倒せるそうだよ、これ。ムカつくわ、ユカペロムカつくわ。これね、本当にね、ワンパンキルのね、ボスね、俺大嫌いなんだよね。ユカペロ久々に聞いたな、うん、久々に聞きましたね。倒した。でもなんかちょっと悔しいです。悔しい。いけたんすかね。初見じゃ無理だもん、だからワンパンキルってさ。新なんちゃらとか極なんちゃらとかいるけどよ。本当に嫌いなんだよ。ちょっと待って。うん、なんだ。あ、え、これどういうことですか。俺のダメージが一番出たってこと。違う。あ、最大ダメージは、あ、なるほど、ランキング1位ですね。すごくないですか。やったじゃん。すごいっすよ。ランキング1位のダメージ出してたんだ、一応。え、だって回復キャラなんですよね、一応。そうですね。にもかかわらず最大ダメージ出すのはすごくないですか。え、俺回復キャラだったのって言ってました。一応回復キャラです。全然してなかったですけど。おお。ただ確実に攻撃を受けて。あ、ありがとうございます。確かにアタッカーだと思い込んで。アタッカーの、まるでアタッカーのようなヒーラーでした。だって俺、アタッカーと思い込んで殴ってる。殴りヒーラーでしたね。ヒーラーだとワンパンされるわ、そりゃ。はい、というわけで、うん、続いてが、はい、映像の方で。お、VTR がある。じゃあ、VTR、もう準備できてますか。じゃあ、どうぞ見てください。うん、紛争戦ですね。これ23対23みたいです。どうぞ。これ特定の時間帯に開催される紛争戦でして、え、これなんかゆっくりですけど、バフかけられてるんですか。デバフがかかってるんです。はあ、なるほど。これやっぱりヒットアンダーウェイがいいんですか。そうですね、こちらが、いわゆるあの占領戦という形になってまして、今真ん中に、真ん中右上のとこですね、はい、にあの下に円形のラインが見えてると思うんですけども、はい、そこを、多くせあの立っていこうか、そこを占拠できるというゲームになってまして、そう、占拠するために相手を除外しないといけないと。ほう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 。え、これ最終的に立っているじゃなくて、立っている時間ってことですか。その占領している時間帯ですね。なるほど。よくあるやつだね。これ画面上の赤い丸が今どっちの勢力が占領しているかっていうゲージです、ね。うんうん、こんだけエフェクトモリモリだと思って、何がどこで何やってるか分かる。確かに連打しちゃいそうですね。もうあのエフェクトは最大5段階で調整できるんですけども、ごめんなさい、今回あの撮影のためにモリモリで撮影させていただきました。でもその方がいいと思います。すごく綺麗でした。もう極まってくると大体みんな切るんですよね、エフェクトも。あ、まあそうでしょうね、うん、ガチ勢は切るでしょうね。ラグで負けたくないんで多分。結構やられんな。少し赤い方が強いですね。今赤い方が調整ますね。かなりここのレベルになってるとかなり連携が必要になってくるので、やっぱ一人で歩いてると数3人ぐらい寄ってきて殺される。片追いされるわけですね。
すげえ。これキャラ性能に有利不利ってあるんですか、勢力で。均等になるような設定はしておりますが、うん、その下げ特性によって、回復キャラがたくさんいても、あんまり有利ではない、回復ができるだけ。そういうこと。スタンのキャラクターがいると、あの今みたいな集団戦に一気にスタンがかけられてこっちが有利になる、まあ、それぞれの勢力に同じ役割のキャラクターが設定されてるってことですよね、はい、なるほど、うん、バランスを考えていくんです。じゃあグーチョキパーみたいなのないですね。グーチョキパーみたいなのないです。なるほどなるほどなるほど。じゃあ続きまして、竜の宝戦場、こちら75対75ですよね。気になるね。どうぞ。75 75。こちらゲーム音声はないんですけども、これもう待機画面でもうヤバさ もう何が何だか分からんよこれ。あ、なるほど、この広大なマップで戦うってことですか、うん、はい、そうです。面白、へえ。あ、すごいですね、これを携帯ゲームでできるの。これよく重くなんないね。確かに、うん、どうやってんだこれ。サーバーがかなり強いですね。かなりフィールド広くなってるので、うん、まあ、それぞれ別のとこに、宝箱みたいなのが湧いたりするんですけども、まあ、ドラゴンは1体です。すげえ。これみんなで行くの楽しそうですね、走るの楽しいですね。お祭り騒ぎですね。エイリアン2みたいになってる。飛んでる。これ飛んでるのはスキルなんですか。ダッシュですか。さっきのダッシュですね。じゃあ時間で。あ、結構ばらけたな緑側。確かにばらけるとこれ降りそうですけどね。多分攻撃するつもりとかなんじゃないこれ。あ、なるほど、縦から来るなら横から潰すぞってやつですね、うん、はあ、なるほど。宝帰る、この先ほどのモンスターの、あー、これですか。これを奪い合う。すげーいっぱい持ってる。なんか絶対倒したがいいやつっていうのが分かりやすいですね、うん、このフィールド自体に制限時間がありまして、うん、その制限時間を伸ばすために要は敵を倒したりモンスターを倒したり、うん、すると制限時間が伸びるので。ああ、そういうシステムなんですね、はい、なるほど。思いのほか硬いなこいつ。硬い。意外と強くないですか、うん、もう75人が入る設定ですので、うんうん、結構モンスターは強めの設定になっております、うん、まあ、じゃないとあっという間に削られますからね。いやー、でもいいバランスですね。でもこの後先進むと違う軍勢と戦うわけですね、本来は。なるほどね。あ、そのさらに続きがあるということでご覧ください、うん、どうぞ。でこれがさっきから、さっきとはちょっと時間軸が、これ今ちょうど追っかけてるところじゃない。ここは先ほどの、いや、先ほどあった勢力と勢力とボスモンスターとあったと思うんですけども、うん、そのボスモンスターのところですね。ボスモンスが湧いてる。あ、もう分かりやすく言いますね。黄金竜もう戦ってるじゃないですか。もうここになってくるともう大乱闘ですね。すげえ。なるほど。金だよなこれ。敵、そうですね、金ですね、うん、敵もろともスキルでやっちまいってことなんですね、これは。そうですね。掛け10だってよ。いや、掛け10はきついっすね。もう75だもんな。手取り合いましょうやって感じですね。どっちがより多く削るかって話だから、これモンス殴ってる敵をまた殴るってこともできるんですよね。はい、範囲攻撃になっておりますので。めちゃくちゃだな。確かに、逆に言えばこっちもやられるってことですね、うん、それも範囲攻撃で。モンスを殴ると同時に敵も殴ってるっていうことや、範囲攻撃で、うん、これカバディさん何をしてるんですか今。 HP がやばいからってことですか。そうですね。なるほど、はい、おいや面白い。すげえなー、奥行きがいっぱいありますね、うん、遊べるところがたくさんあるというか、はい、さっきの1対1もなんか無限にやれちゃいそうな。結構 MMO っぽいですけれども、戦闘面のこういう対人戦とかあれですね、モバ系とかドタ系に近いですね。そうですね、うん、先ほどの占領戦と、うん、あとデスマッチに関しては完全にフィールドで行われる形でして、うんうん、それに関しては先ほどのどっかマップに入ってっていう形になってます。こういう競技性の高いあれは分かるんですけれども、いわゆるフィールド PK っていうのは勝った方に何かメリットあるんですか、はい、ポイントが溜まっていきまして、うんうん、一定ポイント溜まるとそのフィールドにいる味方勢力にバフがかかったりとか。あ、じゃあ敵を殺せば殺すほど強くなるってことですね、はいはい、で殺したことによってポイントが溜まるとそれで買えるショップがあったりするので。あ、アイテムルートとかできるわけではなく、それでポイントを貯めて何か報酬を得るってことですね。そうですね。了解です。面白いな。面白い。これはやり込もうと思ったらキリがねえタイプですね。ずっとやっちゃうやつですね。さあ、というわけで今回フェイスをプレイしましたけれども、はい、最後にお知らせなどありますでしょうか。はい、明日5日からですね、アップデートがありまして、はい、ギルド戦が開催されます、はい、
そちら、まあ、ギルドで挑むコンテンツになっておりまして、多分かなり面白いコンテンツになっているので、ぜひぜひ参加いただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします、はい、その他詳しくはですね、フェイスの公式サイト、そして公式ツイッターをご覧ください。さあ今回はですね、ネクソンより配信中のフェイスから運営担当のカワディさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、プレイングフォーゲーマーでした。レディオフォーゲーマータップカッコ仮。ニュースフォーゲーマー、浜松町文化放送から生放送でお送りしているレディオフォーゲーマータップカッコ仮。ここからはフォーゲーマー .net より到着したばかりの最新ニュースをお届けします。解説はこの方です。フォーゲーマーのレッチです。よろしくお願いします。お願いします、うん、はい、それでは早速紹介してまいりましょう。まずはこちらのニュースから。反戦バトルアクション RPG 大公開ユートピアが配信スタート。 BB ゲームは11月29日 iOS Android 向けアプリ大公開ユートピアの配信を開始しましたということなんですけども、はい、本作はですね、大公開時代のヨーロッパを舞台にした反戦バトルアクション RPG で、はい、プレイヤーは公開使徒となり、反戦の改造や戦闘、貿易、遺跡の探検、そして悪党でのプレイなど様々な形、悪党でのプレイ、海賊ってことですか。そうですね、うん、海の、冒険を堪能できますと。ほうほう。で今ですね、事前登録数が11万人を突破して下の記念紙ですね、ガチャ10回分に相当するゲーム内通貨などを配布されているので、うん、まあ、気になった方はですね、ぜひプレイしてもらいたいと思います。はい、はい、続いてはこちらのニュースです。謎解きゲームエスケープルームが配信スタート。ホワイトは11月27日 Google アシスタント対応スマートスピーカーやスマートフォンで楽しめる謎解きゲームエスケープルームをリリースしましたということなんですけども、はい、本作はまだ幼い妹から助けを求める電話がかかってくるという会話型の謎解きゲームで、会話を通じて妹が閉じ込められた部屋に隠された謎や暗号を解き無事に脱出させることを目指します。へー。ゲームの肝となる会話部分には新技術糸送るシステムを使用。糸送るシステム何ですか。これは何ですか。俺に聞いてもこんな言葉聞いたこともないぞ。でそうですね、でシステムとプレイヤーの会話 と、うん、システムの実質的な一人語りを織り交ぜることで自然な会話ができる、うん、どういうこと。まあ、要はほぼ AI みたいなこと。あ、そうですそうです、なんですか、Google アシスの対応のスマートスピーカーみたいないろいろあるじゃないですか。 ああいうのでこう喋りながら、それと喋りながら謎解きができるっていうものらしい、そんな会話成立するみたいです。なんかその、技術みたいなのが今なんか特許申請してるぐらい
なんかすごいちゃんとしたものあ、そうなんすか。じゃあこれ技術実験の一環で作ったゲームってことか。どうなんでしょうね、まあ、ゲームというかって感じですね、うん、あるんでしょうね、うん、だってそのこう教育プログラムとか、あ、そうですそうですそうです、いろんなものに応用するって書いてある。そうですそうですそうです。統計とかも全部取れそうですね。取れそうですね。ゲームやった、俺幼い妹とかと会話してる内容統計取られてたらちょっと怖いんだよ。そう、まあ、こういう人もいるだろうっていうので 0. 何パーセント聞かれたくねえんだけど会話。こんなやばい質問する人がいるみたいな。でもそれに対するもしかしたら答えみたいなのもいつか用意されるかもしれないですからね。確かに、うん、そうそうそうみたいなのでちょっと面白いなと思いました。はい、ご提供とかですね、ぜひお調べください。はい、ということで俺っち何やるんですか今回ですね、はい、久しぶりにサモンズボードをやりたいんですが。よくやってるじゃないですか。しかしですよ、今回なんと僕も行きましたから、はい、そうなんです。レックスだ。そうなんです。そう、これの企画っていうかで、はい、行きましたよね。そうです、まさに ですね、このコラボが、はい、実施されたのがつい最近なんですけど、はい、そこの、実施されてる前日に、収録生放送、あ、うん、収録放送をやって、うん、そこにゲストで岡本大輝さん来ていただきました。行きました、楽しかったですし。いや、すごい難しいところがクリアできましたね。すごいね。あの、なんていうんですか、ちょっとあの、ちょっと詳しく説明するとですね、一番難しいコンテンツが今トーっていうコンテンツがあって、その下にもう一個ちょっとマクツっていうのがあるんですけど、うん、でさらにその下にメツキュっていうのがあるんですね、うん、でこのメツキュっていうのは普通初心者のプレイヤーなんか入ったらすぐ死んじゃうような、うん、そんなめちゃくちゃ難しい場所なんですよ、はい、でギミックがめちゃくちゃ多いんですね。謎解きがめちゃくちゃ多くて一瞬で死にましたキャラクター。びっくりしました最初。え、これで死ぬのって思って。そうで、普通そんなのは始めた人がホイホイできるやつじゃないんですけど、2時間ぐらいですかね。いや、頑張りました。そう、学びましたよ。めちゃくちゃもうめっちゃいい、ものすごい勢いで吸収して、うん、なんとクリアまで持ってくる。クリアしました。大したもんやな。びっくりしました。ビビりました。だって HP がどれだけあっても瞬で死ぬんですもん。一瞬。そう、やばい。 HP の概念あんまり関係ない。関係ない。どれだけ高くても一瞬で死ぬ一撃ダメージみたいな。でもサモンズボードっていうボードゲームベースだろ。あ、そうですね。ボードゲームつったらしこりんや。あ、まあ、楽しかったですね。どう動くんだろうっていうのが。そう、なんかあの覚えなきゃいけないんですよ、うん、このここはこう動いて相手がこう来るからこう動くみたいな。俺には無理だな。ちょっと簡単です。はっきり言いますね。そう、直感タイプなんでね。確かに楽しさを見出せないからしこりん。なんでやってなるんですね。す、考える前に殺す。脳筋プレイですね、うん、殺してから考える。もう殺したらもう正解ですから、ね、もうでこれ思うんですけど、インデックスがちょっとセクシーなんですよ、はい、サモンズボールとかなんかね、もちょっと結構お腹とか腰回りとかラインが出てる、見えるんですよね、はい、セクシーな。そうなんですね、まあ、このあたりはあの結構でも定評がありまして、はあはあ、そのサモンズボールとコラボすると結構キャラクターデザインが魅力的だっていうのは、うん、ちょっと右下でねこう動いたりするのもいたりして、ちょっとボイスがないのはあれなんですけど、まあインデックスが今ちょっとピックアップ期間がですね、インデックスが一番高い時期なんですよ。で当たりが今3人いて、まあインデックスと三坂美琴と、あとこちら来ました、アクセラレーターですね、アギアギアの人、アギアギアでした。岡本さん、これリーダースキルなんて書いてありますか。こっから先は一歩追加だって言ってます、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いやアニメも芝居が素晴らしくかっこいいですからね。濃厚になりまして、もうあれなんですよ、こんなに濃かったかなって思うくらいより濃さを増してるようです。主役にもなるんで今度。そうですね、まあ、そうマシマシでっていう感じでしたね。もう主人公の一人やしね。でこの確率を見てみるとですね、今インデックスがピックアップされてて 2.5% なんですけど、なんとアクセラレーター欲しいんですが、僕インデックス持ってってアクセラレーター欲しいんですけど、うん、0.35%、この中で多分一番出にくい状態ですね。三坂美琴と並んで出にくい状態ですね。行ってみよう。はい、行きましょう。頼む。なのあラストオーダーはあの配布というか、うん、みんながみんながもらえます。え、妹は、三坂妹いないの。三坂、ごめんなさい、ですね、三坂妹はダンジョンで出てきて、で、ラストオーダーはなんかポイントで買えるキャラクターですね。だから配布ではないですね。なるほどね、はい、行きます。三坂妹はめっちゃ好きやで。三坂妹めっちゃ出てきますよ。これなんか二段虹の雷は熱いんです。え、そうなんですか。あれあれ熱い、熱い、あ、ダメだ、熱くないよ。違った、あの虹の雷の中で5体ぐらいいるんですよ。どうじゃないですか、全然。そうか、先生こんなに出んの。確かに、そうなんですよ、先生、戦闘機小前先生。そう、どんどんいくよ。はい、なんで三坂美琴もしくはアクセラレーターですね。で三坂美琴に関してはさらに戦闘中に強くなる覚醒っていう要素が入ってるので。おっしゃ、何か頼む、これで来るんですか。いや来ないじゃないですか、来ないじゃないですか。え、これ神崎さんですかね。そうですね、神崎さんめっちゃ出る。こんな出ないんですけどね、普通ね、うん、ちょっとあの違うのがいっぱい出てます。そうですね、ちょっともうちょっと
なんとかして引き当てたい。いやでも 0.35 ですからね。それ来年ラジカメ北九州からオファー来るかもしれないぞ。どういうこと？何ですか？今年俺ほら行ってきたの、イベント。そしたら担当者がさ、あのフェスタのインデックスの大ファンで、あれで相方がね、アクセラレーターっていう役やってますよって、ぜひ呼びたい、お本当ですか、番組としてぜひ呼びたいって。行く行く、すごい。北九州ですか？北九州ラジカメで行けるかもな。お長崎とか、ついにそんな時代がいいんじゃないですか。番組の多分登録しに行くでね。ちょっとちよれさん、やべえ、やべえ。ちよれさん、だ普通こうなんですよ。あんなその虹が出るのが珍しい。さあ次行きましょう。これラストですね。これラストでございます。またまた。これもラストでございます。マジで、ま、こんなに出ない？そんなバカな。いつも出てるじゃないですか、言うて。最近出てないじゃん。確かに言うて最近出てない。ちおっちゃん、ちゃん、ちゃん、ラストチャンス。あー違う。ダメだった。はい、残念。いいよいいよ。木原くん。インデックス愛が足りなかったかな。足りなかったな。いや足りない足りない。ひどいよ。ダメですね。まあでも垣根さんは見れたんでよかったですね。こんなにでもいっぱい同じキャラはいらない。いらないですか。こんなにいらない。4体しか編成できないんで。4体でいいんですよ。そうですね。まあ、また個人的に弾きます。弾いてください、お願いします。皆さんもねぜひアクセラレーター弾いてみてください。はい、ください。はい、というわけで解説員のオレッチでした。ありがとうございました。以上ニュース方言馬でした。メッセージフォーゲーマー、さあ普通歌紹介していきますよ。しこなせいろんさん、のぶくんマフィーしこばんは、こんばんは、今夜もしこってる、しこってるよ。はい、12月に突入し今年の放送も残すところ今回含めてあと2回、そこでご提案なのですが、今年のお正月はヤシロくんを呼んでみんなでバドミントンしましたが、今度のお正月はみんなでお鍋でも食べてダラダラゲームする会いかがでしょう。あわよくば無印時代に年始企画としてオリジナル鍋を作っていたシコスクッキング会の復活ご検討よろしくお願いしますと。あったな、そんなこと。やりましたね。なんかつみれだか何かに、チョコボールを入れた思い出が、そう、道端でかぼちゃ拾ってきた。あれ結局食ったんでしたっけ。食えねえやつだった。持ってきてみたら、はい、切ってみたらすげえ臭くて、あ、そうだそうだ、腐ってたんだ。そうそうそう、まあ普通は拾わないですけどね。いや、ご自由に持って行ってくださいって張り紙貼ってあったんだ。危険危険、それマフィー狙われてますよ。だからカバンに突っ込んで持ってきたんだけど、すごいなその勇気も。さあというわけで、あ、なんだろうな、何あります、まあ、ドライブしようぜ。そんな、やっぱ車の免許取ったんだからよ。世紀末みたいな。ドライブ。いや、ハケでドライブですか。でもちゃんと映せるドライビングテクニック。当たり前よ。俺まだ点数いっても引かれてねえから。あ、それはもう。まだとか言うか。まだまだ大丈夫ですじゃあ。普通初心運転者はなんか運転しだしてすぐ引かれるだろう。なんか引かして。あ、そうなんですか。引かれるだろう。引かれないわ。いや、引かれてるんじゃないですか。結構な人引かれてます。心当たりあるっしょ、周り。心当たり周りであります。だろ？はい。誰とは言えないですけど、その人たちのために。俺は運転うまいっつうことよ。
まあ、そうなるんすか、うん、確かに、うん、結構 2,3 人してますね、はい、うん、だって俺の車を見るとポリスはもう目線外さないからね、ずっとでしょう、ね、視界から消えるまでずっと見てるから怖いでしょうしね、うん、じーっと見てるから、それ安全運転になるってもんよ。うん、まあじゃあよかったよかった、じゃあそれ行ってみますか。なんならそのカート場とかにちょっと連れてってほしいですもん僕。カート場、はい、カートできるとこあるんですよね。それマリオカートみたいなやつ。あでもそうだし、そうそう、ぶつけ合うやつ、それとも、いやぶつけないですけど、例えば60キロとかでなんかその体感速度を3倍、180ぐらい出てるようなそういうレース。いやいやいや、俺の車が700馬力よ。いやそれが怖いんですって。出してやるよ、280キロ出さないでほしいな、超怖いそれ死ぬじゃんもう。日本で出していいとこありました？300キロぐらい ないんじゃないですか、ね、うん、いやない、怖いわ、超怖いわ。ドイツ行くか、まあ、ドイツ、ドイツだってあるんですか、うん、無制限、無制限っていう道路はありますけれども。怖怖い怖い怖い。そう、サーキット場行きましょうよって、そういうことですけど。でも多分俺の車だとあれ後輪がスピンするんだよね、そのサーキットドリフトする羽目になるから。怖いよ、ドリフトはしたことないから、うん、もう死じゃん。でもサーキット場ならみんなヘルメットして乗るから大丈夫じゃん。分かんない分かんない分かんない、大丈夫か分かんない。行ってみる、ここなんかこうコキンってなりそうなんで、うん、俺も一度走ってみたかったし、そのスピードでいやだからそのサーキット場に行くのはいいなと思いますけどね、うん、ドライブして、うん、そうですね。赤いキーを使いたいんで、赤いキーを。それを押すとどうなるんですか。バレットモードっていうのが起動する。怖そうもう名前だけで怖そう。エグザムシステムみたいにリミッター解除、やばい、デストロイモードみたいな感じなんですか、嫌だな。はい、というわけでね、あの何をやるかまだ分かりませんけども、楽しみ待っててください。以上メッセージオーゲーマーでした、うん。レディオ4ゲーマータップカッコ仮、この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト4ゲーマー .net の提供でお送りいたしました。さあお送りしてまいりましたレディオ4ゲーマータップカッコ仮、エンディングのお時間なんですけど、うん、なんかお知らせとかありますか、マフィア。ちょうどね、あの先ほどというか21時くらいに合法マフィアカジノの最新話が公開されました、はいはいはい、なるほど。今回も鮮度の高いネタの数々が、ね、お届けされてますんで。チオレサメルとか、チオレカッコカニって感じカッコカニ面白い。チオレでもあるけれどもカニでもある。カニなるほど、カッコカニ面白いですね、うん、いいですね、はい、ありがとうございます、僕はですね、先ほどクックパッドの TV で、うん、あの料理してきたんですけども、これからですね期間限定で、うん、あのやっていくのでぜひ皆さん見てください。そしてですね、週末はイベントやってますんで、うん、ぜひ来られる方楽しみましょう。さあ番組ではあなたからのお便りをお待ちしてます。メールアドレスは、はい、全て小文字で4gamer@joqr.net、 4gamer@joqr.net、 数字の 4gamer@joqr.net です。はい、採用させていただいた方には1500円分の iTunes カード、または Google プレイギフトカードをプレゼントいたします。ご希望の方はおところお名前希望するプレゼントを忘れずに、そして番組 Twitter もアクセスしてください。 Twitter アカウントは @radigame@ラジガメです。また番組の裏話など森保さんの掲載中のマフィアカジノの二次元作品もよろしくお願いします。さて次回の生放送なんですけども、うん、12月18日火曜日、2018年最後の生放送です。お楽しみに、それではお時間ですかね。レディオ4ゲーマータップカッコ仮、お相手は岡本信彦とマフィアカジノでした。バイバイ。